お隣韓国さんの機械産業が世界8位に下落したとかなんとか言っているようです。記事と韓国さんの反応を見てみましょう。韓国機械産業の輸出規模が8年ぶりに世界5位から8位に下落した。中国の急激な追撃で10年ぶりに機械産業の輸出競争力も逆転されたことが分かった。韓国機械産業振興会がこのほど公開した国連統計で見た主要国の機械産業と題する資料によると、2018年基準で韓国の機械産業輸出は235兆ウォン、約2170億ドルで8位となった。257兆ウォン、約2370億ドルで5位を記録した1年前に比べて3階段下落した。2010年から維持してきた5位から8年ぶりに押し出された。1位は859兆ウォン、約7910億ドルを記録したドイツが占めた。810兆ウォンの中国が2位となった。次いで米国が5000万ドル、日本が4170万ドルと続いた。このほかメキシコが2310万ドル、フランスが2300万ドル、イタリアが2230万ドルで初めて韓国を上回った。韓国が1位を占めた機械産業輸出分野は皆無だった。造船、光学機器、金型、ボイラーなどの分野で世界2位に上がった。この分野で1位の輸出国はいずれも中国が占めた。この10年間に中国は機械品目別輸出競争力指数 RCA でも韓国を大きく上回ったことが分かった。 RCA 指数が1より大きく比較優位にあると評価される機械品目数は、韓国が6品目から9品目に増える間に中国は7品目から12品目に増加した。中国が比較優位にある機械品目は建設機械、繊維機械、冷凍空調機械、ベアリング、金型などでほとんどが韓国と重なった。製造業に直撃弾を浴びせた週52時間労働制と近く施行される重大災害企業処罰法など各種規制により、機械産業の発展が萎縮する可能性は大きいと専門家らは口を揃える。産業研究員のパク・グァンスン専任研究員は、機械業は製造業の中で最も多い9700社の企業と43万人の雇用人材を保有している産業。機械業は第4次産業革命でも基盤になる産業。政府が次世代産業だけを育成するのではなく、機械産業にも関心を持たなければならないとした。それでは韓国さんの反応です。左派は国民の生活に実質的な支援をすることなんてできない。専門家でもなければ、グローバルなマインドも持たず、ただ反日と反米のみで生きてきた人々である。民主労総の輝かしい成果ですね。韓国のような協商国は全ての分野でうまくやることはできないし、うまくやる必要もない。限られた人材と資金を有望な産業に集中しなければならない。4次産業革命とコロナに触発された環境問題の解決や医療に集中しなければならない。半導体、バイオ、ソフトウェア、人工知能、自動走行、電気自動車、水素自動車、エコなどに集中しているが、今はよくやっている方だ。韓国なんて半導体事業が壊滅すれば国ごと壊滅する程度のレベルだと思う。機械産業は職人技が必要とされる分野ですよ。人心和乱の時、陶工が日本に連れて行かれたが、実際に再び朝鮮に帰ってきた人たちはほとんどいませんでした。そのぐらい職人、技術者を怠慢に扱ってきたということです。歴史は繰り返されるということでしょうね。子供たちの夢が公務員であり、優秀な人材のほとんどが公務員を目指している国だ。人口減少も始まったし、これからの韓国産業が発展する要素が見当たらない。そもそも不遇されすぎてて、有能な技術者や経営者の多くは今後もどんどん国外へ出ていくだろう。韓国をけなしあざけることだけをしているメディアは反省しろ。マスゴミは韓国の産業が70年代まで逆戻りすることを望んでいるのか？
企業がそれぞれ頑張ってくれただけで、政府がしてくれたことなんて一つもなかった。むしろ邪魔だけしている。ムンジェインと民主党が企業の血を吸い利用する政策を展開している中で、どうして発展することができるのですか？成長することよりも利益を貪ることに重点を置く政権の中で何を期待すればいいのか？すでに韓国が豊かなレベルまで上がってきたと勘違いしている連中だ。ランクを見ていると格差はそこまでないように思う。今年はヨーロッパ側は経済がマイナス 10% の成長だから再び5位になれると思う。大したことではないね。経貿易の自画自賛に血税を注ぎ込み、司法改革と反日が最優先事項となっているのだから産業が発展するわけがない。将来的な野望は習近平様に認めてもらえるような素晴らしい共産主義国家を形成することだ。52時間勤務制のせいで除雪作業すらされてないよ。20年前から除雪作業が行われなかったことなんて初めてだ。何なんだこのコメディ政権は。この地に左派と民主労総が存在する限り、韓国の産業と経済は引き続き後退し消えていくだろう。ということで、中国が急浮上してきたから韓国の順位が5位から8位に落ちたと言っていますが、6位じゃないところがミソでしょうね。韓国さんって造船受注が世界一だとか言って何度もホルホルしていたと思うんですが、2位だったんですね。受注と輸出の違いがあるにはありますが、韓国内受注で中国を超えるとも思えないんですが、何かあるのか、いつものファンタジーだったのか、どうなんでしょうか。それにしても相変わらず韓国さんって人のせいにするのが得意ですよね。政府のせいにしたり労組のせいにしたり、どうして自分たちのせいだと思わないんでしょうか。そしてただの組み立て工場の韓国さんが8位にいること自体すごいことだと思わないんでしょうかね。これからの韓国さんは主力産業をどんどん中国や台湾に奪われ、まだまだ下がっていくんじゃないでしょうか。機械だけじゃなく半導体、バッテリー、自動車などでも今後韓国さんはまだまだ衰退していく感じだと思います。韓国さんはよく電気自動車化が進んでいくと日本の自動車業界は滅びるとか言っているのをよく聞きますが、どっちが滅びるかちょっと楽しみですね。赤字が続いていても賃金を上げろとストをするような国の企業が今後やっていけるとは到底思えません。韓国さんに限ったことではありませんが、昨年の韓国さんの失業者が前年比で21万8千人増えたようで、そんな状況にもかかわらず賃上げストをする神経が全くわかりませんよね。韓国さん、成長することよりも利益を貪ることに重点を置く政権とか言っていますが、それ政権ではなく韓国さんのことですよ。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。